ファンタスティックタイム。タイム、タイム、タイム。こんにちは、ファンタスティックスフロムエグザイトライブの木村圭人です。11月は毎週ファンタスティックスのメンバーが遊びに来てくれるファンタスティックス月間としてお送りしています。最終週の今日はこちらの方です。こんにちは、ファンタスティックスボーカルの中島聡太です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。久しぶりです。お久しぶりです。立ち上げメンバーでございます。立ち上げメンバーも確かにね。いや、本当コヨンファミリーですから、うん、そうですよ。そっからね、成長してるから。だって今の怪しい成長してるからさ。あ、本当ですか。今日楽しんでってよ。前回はね、あの本当に全然話聞いてくれずにそのまま進んでましたから相槌もなしで。相槌もね、いけます。もうもういけるよ。ありがとうございます。確かに3年目よ。お邪魔します。やっぱ空気感がいいですね、うん、テンポいいな、二人ついてこれるか心配しないか。私がね、ちょっと必死に食らいついていこうと思います。お願いします。お願いします。じゃあ今日のファッションチェックということで、上から行く。今日はそうと何着てますか。僕はあのフォーサムワンさんのですね、パーカー着てます、うん、本当だ。俺も持ってるよそれ。あ、やめてください。言うのそんな色違い。あ、色違い。色違いポケモン。そう、ポケモンこっちがそのさ、カロリー高いのやめてもらう。こっちゲストなんで。あ、そうだよ、ね、俺があんま投げてないみたい。そうですよね。分かった。今日フォーサムワンさんの、うん、フォーサムサンワンさんとか。いいんだよ、フォーサムワンサンの付けどころ。いいんだよフォーサムワンさんのパーカー着てきてます。お、いいですね、はい、お似合いです。いやでもね、はい、ファッションチェックもそうなんですけど、はい、もう会うたびに言うんですよ、ケイト君顔ちっちゃいねって。でその倍ちっちゃいから。そうで言うのがいつも、ソータの方がちっちゃいですって言ったんですよ、はい、そんな毎回やってくれてるんですか。うん、嬉しいおい、もうベテランとかでもないからな、そこまで行くときつ。いや、前触れもね、長いとあれなんで、もうメール行くか。やかましいわもうちょいこっちのこと話させて。いやでも今すごいなんかバラエティとか、うん、そう確かに出てるじゃないですか。見てます。引っ張りだこだね。ありがとうございます。ソータ君出た時、あ、今日ソータ君の日見ようみたいな感じで、嬉しい。嬉しい、はい、嬉しい。いや自分のことのようにそれ僕が言うんで、じゃあ嬉しいですね。なんかもう芸人さんよりちょっと面白いこと言ってやろうってやろう。あの、いい、あれがいいよね、うん、ソータ君らしくて。だから周りが芸人さんが多いんで、やっぱ学ぶことが多すぎるんですよ、うん、回転早いなと思って、だからもうケイちゃんとか回転遅いなと思って。じゃあ1年半前に比べてめっちゃ面白くなってるってこと。そうそうです。だから今日はすごい何箇所かに笑いポイントを高まる。そう、頑張りますよそれは、はい、いや、じゃあメール紹介いきます。はい、お願いします、はい、ケイトくんのキラキラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ケイトさん、あやとさん、あやとさん、なんで、ちょっと待ってや。3年目ですよね。あやとと、名前思ってもらってないやけど、あやとと思ってるだけ。ごめんなさい、ごめんなさい。ですよね、あやかですよ。ケイトくん、あやかさん、こんにちは。こんにちは。ケイちゃんがソウちゃんと某雑誌でリンクコーデされていたのを見ました。ケトソタちゃんの可愛いが溢れていて、アンニュイな表情もドキッとする表情も満載。ありがとうございます、癒されて尊くて、そして記事の内容はとても熱い愛に溢れていて、同調したり笑ったり泣いたりと感情がジェットコースターでした。すごいな。2人が同じ質問に答えているところは答えが同じところと真逆な部分と両方になるほど分かる分かる。なんかシリみたいな言い方。わかるわかる。なるほど、ワクワク。あ、ワクワクちゃう。すごいねこの人。わかるわかると微笑ましく。あ、わかるわかるか。そう。え、今までわからなかった。あ、分かった、分かってなかった。わかるわかるって言った。イントネーションの問題だったね。いや、そうそうだよ。微笑ましく思ったり、お互いへのメッセージにはその愛あるメッセージを素直に伝える関係性に胸が熱くなりました。はい。この二人でしか見れない距離感や自然な表情が満載で永久保存版です、うん、ずっと一緒な双子なケトソタちゃんにまつわる質問です。今のところ内容は入ってないですけど大丈夫ですか、はい、いやむずいね、まあ、感情がジェットコースターだって。あ適当に回す、ね、俺らの、うん、あの俺ら私のやつが、うん、素敵だったよって、ね、ありがとうございます言いたいのこの方は。ありがとうございます。そうで、こう質問ですね、はい、二人でゆっくり旅行をするとしたらどこに行って何をして過ごしたいですか。なるほど。2人で双子ならではのお揃いのものを購入するとしたら何を買いますか、うん、ちなみに今までお揃いで購入したものはありますか。これからも大好きな仲良しファンタちゃんの姿を見られるのを楽しみにしています、うん、ですって。なるほどなるほど。じゃあまず一つ目か、はい、ゆっくり旅行するとしたらどこに行って何をしますか。ですってどうします。どこだろう。なんだろうな、でも沖縄とか行きたいね。あ、いいですね。か海外で2人でもうがっつりなんか海外行きたいね。企画っぽくするか、うん、そのどこまで英語通じて 何できるかみたいな。絶対神ワード出ますよね。神ワード絶対出ますけど、俺ジェスチャーでいけるから多分デガワイングリッシュみたいな。で
いやラジオでやるな。今なんかジェスチャーしてくれました。手振りすなよかな。沖縄以外、いやでもあれ行きたい。 MV で行きましたもんね。そうですね、確かにね。あそこ行きたいな俺。サウナが有名な石川県、あるね、綺麗なサウナがあって、そこに行きたいですね。僕あれですね、山口県に行きたいです。いやー来てるじゃん。ありがとう、そうたくん。そういうこと。じゃあ来てるじゃんって今後だよね。じゃあ邪魔してごちゃちゃごちゃ。そんなことない。山口県にやっぱね、自然いっぱいありますし、ね、めっちゃいいとこいっぱいあるから。そうですよ、俺が教えてあげるよ。うわ、そう知ってます。もう番組でいっぱい行ってるから。そっか、そういいな、行きたい。絶対そうた好きなとこもあるし。どこ好きそうですか。でもあのなんだっけ、唐戸市場は絶対行ってみたいですね。お寿司とかめっちゃあって、あいいです、ね、新鮮な。あれ行きましたっけ。俺店がない時に行きました。店がない時、あの朝しかやってないらしく、あ俺が行ったのはなんて平日、そう平日のお昼過ぎだったんで、あ、ね、何もなかったんだけど、だ正月とかそういう時はめっちゃにぎわってるらしくて。行きたいね、朝一から行きたい ね, ね, そういうのはね。朝活得意なんで、大好きです朝活。何するんですか朝活で。もう散歩とか、朝が強いんで、もう気持ちよく歩いたりとか音楽聴いたり、リラックスタイムは好きですね。じゃ結構似てると思ってたけど、意外と生活リズムとかあんまり似てない感じですか2人は。そうですね、そうですね、俺も誘われないと朝はそんな起きないんで、うんうん、だから似てないかもね、うん、でも一人でも僕は行くんで、うんうん、そこは確かに似てないかもしれないですね。好みは似てます、その好みとか。お洋服だって結構被ってますよね。一番好きなものは被ってます。そうだね、年も一緒ですしね、うん、はい、なんか誕生日も近いし。ああ確かに2日違いです今のところは、うん、えずれることある。ずっと変わらないからこの話は、うん、抜かそうかなと思って抜かせないから。あそうなんです、うん、じゃあその仲良しでお揃いのものって買ったことあります。お揃いで購入したものなんだろう。なんかあるんだろうね多分、うん、あでもあ持ってるよねお揃いのものは。うん、購入なんだろう。まあでも言わなくていいか。あそうだね。いや教えてよ。言えよ。お揃いのものかぶりますね。たまたま。たまたま。ってことですよね。好きなブランド。あ服？服かぶる。確かに。あともらったものが一緒だったとかあるよね。ありますね。それこそフォーサムサンワンさん。いやいやどこにサン入れてんの。からもらったサンワンさんね。そうそう。からいただいたそのパーカーとかはお揃いだったりするんですけど。うんうん。じゃあ2人でこういうお揃い持ってみたいみたいなのって。あそれこそ今ねそうたくんメガネ持ってますけど似合いそうですよ。ケイトくん黒縁メガネ、うん、確かに黒縁メガネ買ってたよね。買ってた。でもう俺買ったね。そういえばつけてますよたまに。あ本当。うん、なんかすごいいかついサングラスも買ってたんですよ一時。買った。ああ言ってたやつ。そうそう、うん、あれもどっかに。あれはねちょっと夏でつけて、最近はちょっと気温がさやっぱ曇ってた日とかあったじゃん。いかつくなっちゃうの。そう。ただあの生きてるやつみたいな言わない。今つけてる人に失礼だ。いやすごい優しい。そうそう。でもやっぱ一番なんか年も近いし、はい、なんか距離感も近くて、うん、ね、そういう印象あるんですけど、はい、最近のケイト君のちょっとケイトみたいなエピソードあります。いやありますよなははって言って。いやそれこそもう今日ですよ。今日あの出発のお互いの家で多分用意してて、なんか多分僕が出る3分前ぐらいに電話来て、もう僕もうすぐ出ようとしていろんなことをしてるのに、なんか今日何が必要かなみたいな。この遠征が久々すぎて何があって必要だったかなって思って電話しました。この人ちょっとしかも怒ってないさ。何が必要。怒ってないよ。朝だからテンション低いでしょ多分、うん、じゃあちょっと開けていってください。こっちももうあと1分で出ないといけない、ね、出ないといけない。いろいろ喋ってて何がいい、まあ、俺も同じ状況だからさ。ちょっとイララしてるからね。出ないといけないから。早く確認せよ。そっちの状況もうちょい早く、もうちょい早く来たら嬉しいなと思いますけど、ねね、当日準備する系なんですか。あ僕はその前日の夜にやりました。その時に聞いてほしいですけどね。ほんまね。確かにね、うん、逆はありますか。逆、うん、こいつって。いやそこまで強くなくていいけど。ここでバチバチ喧嘩するわけじゃない。なんだろうな、面白いエピソードでもいいですよ。なんかエピソードおもろくないかな。いや言うな。あごめんごめん。あんたが出してないだけだろ多分。なんだろう、パッて出てこないな。あでも相変わらず人が好きって言ってよくわからないかもしれない。よくわからない。あの街とかで人混みを見て、うん、なんか楽しいとか言うんですよ見てて、うん、人間観察が好きで、うん、それはちょっとまだ俺には理解できてないかもしれない。ケイちゃん自身がってこと。そう
あの人混みが好きっていうのが理解できてない、まだ。何の話ですか。え、だからこいつ なんか最近あったってことでしょ。そう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 、だから理解できないってことね、はい、あ、僕の変なところ。何見るんですか、その人たちの雰囲気とか見るんですか。雰囲気とか人が多いとなんかワクワクするんですよ。もうすごい、本当職業ぴったりですね。ぴったりだと思います。人がいっぱい集まってくれる。ですですね、本当に。あと初対面の人もすごいワクワクするんで。だって全然人見知りなかったですもん。すごいよ。3年前会った時も。そうですね。どっちがレギュラーになる子だろうって思うぐらいの距離感やったマジで。あんた時はやばかった。うん。相葉さんはなんだかなったら会うんで、ケイト君は、あ、こんにちは。あ、みたいな。乗っ取ろうとしてましたからね、会う時。危なかった。あの初回放送もう一回聞きたいんですよね。いや、絶対嫌ですよ。流したいんですよ。あれ面白い。すごい嫌がるんですよ。流せばいいじゃん。ね、いつか企画でやりましょう。本当、うん、クイズとかしたいじゃないですか。この時ケイトなんて言ったでしょうみたいな。おもろー、絶対おもろいね。い、確かに面白そう、うん、ありがとうございます。それ出てほしいです。わかりました、じゃあ僕台本解きますね。乗っ取ろうとしてるやん。じゃあ乗っ取るね。待ってます。じゃあ、いや、しかも今ちょっとその採用しますって言ってメモしたんですけど、はい、そのクイズとかじゃなく丸だけ書いてる。何それ。どういうこと。じゃあ書こうとしたけど時間かかりそうだとかやめた。これ何の分からんやろ。台本に丸だけ書いて、あとあと何これってなるでしょ。クイズで、あ、クイズ、うん、そう。で大体これ忘れて帰るから紙置いていくから。そうそうそう、はい、じゃあそれでは、はい、そろそろね、曲紹介お願いします。ソータが選ぶファンタスティックスの推し曲です。はい、この曲はですね、新曲でして、うん、参りました、イルマくんのシーズン3のオープニングテーマとしても歌わせていただいてます。この曲をぜひ聴いてください。ファンタスティックスでギリギリライドイットアウト。今お聞きいただいたのはファンタスティックスでギリギリライドイットアウトでした。どういった曲でしょうか。 いい曲だよね、うん、俺めっちゃ好きよこれ。めちゃくちゃいいよね、うん、今回もカメラ誠司さんに曲作っていただいたんですけど、まあ、ファンタになかったがっつりロック調というか、うん、もうイントロからあの曲に入るまで早いんですけど、一気に持っていかれる感じがして、いい、ね、それこそアニメの主題歌なので、なんかアニメっぽいところと生感とみたいな絶妙のバランスがかっこよくて、うん、もう本当にライブ映えするだろうなっていう曲ですね、うん、踊ってて楽しいですね。でもみんな生き生きしてますね、うん、この曲は。やったろうっていう気持ちになりますね、うん、なんか叫ぶ感じするよね、うん、あ、それこそ本当にライブ映えとか炎とかが合いそうですね、うん、そうね、だからそれこそ参りましたよ、イルマくんだから炎なんか紫とか悪魔系にした時の爆発力かっこいいだろうなって思いますね、うん、その曲が出来上がって聴くときって、はい、まあ、ボーカルさんとパフォーマーさんってちょっと捉え方また異なることもあるかなと思うんですけど、うんうん、そういうのっていつも曲出るたびにお互いに話し合ったりするんですか。この曲こうだよね、どうだったとか、まあ、話しますし、うん、それこなんか雑誌取材とかでもこうそれぞれ話すときに、あ、こういうこと思ってたんだっていうときもありますね、うん、確かに雑誌取材面白いよね、うん、その人の考えてることが分かる、うん、こんなこと思っとったんやみたいな、うん、まあ、あ、そのボーカルからこういう曲なのでこういうパフォーマンスしてほしいですって伝える時もあれば、それこれは世界さんが振り付けしてくれたので世界さんの振り落としの時にここはこういう感じでって言ってるのを感じてボーカルも歌うようには、うん、あ、で歌い方ちょっと変えたりもするんですか。はい、うん、この曲はどういうことを意識して歌ってるんですか。そうです、ね、いや、あんたちゃうよ。一個もレコーディング入ってないから今回に関して。いいよいいよ、チューチュートレインは入ってるんだけども。そうだね、ギリギリはまだ入ってないんで今回は。あ、でもじゃあケイトに任せますもん。やめろやめろ。歌ってないんだから。でも声色めちゃくちゃ変えました。なんかがっつりラップとかもあったんで、あとなんか息の成分多めのちょっとゴリッとした成分を入れましたね。ゴリッとした成分、 B メロなんだっけ、ピュア、ピュアのヤバなドキュメント。あ、そうそう、ヤバな、あそこめっちゃ好き。おい、あの時はエッジボイスっていうこうってみたいなところを入れてアレンジしました。デモにはなかったんですけど、そうなんだ、そう、面白い、こういうのが聞けるからいいね。ありがとうございます。こういう時に、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいですね。困ってこっちが目に開いてる。じゃあケイト君はどういうことを意識して踊ってるんですか。踊ってる、うん、やっぱ勢いとかその緩急ですね、うん、この曲は結構あの曲の感情あるじゃんこの曲って、うん、でその場所に合わせて力を入れたりとか、うん、思いっきりガツガツやったりとか、最後一列になって踊るところがあるんですけど、そこではもう暴れるというか、うん、もう結構殻を破って踊ってます。ケイトさん的にこれどういう時に聞いてほしいですか。インタビュアーか。雑誌の
あ、いいよいいよ。逆か。逆だね。ごめんなさいごめんなさい。俺はあんま突っ込む方じゃないから。ボケの方だ。あそこの部分。自覚あるんや。うん、いや、たくさん話してきましたけど、はい、今日のファンタスティックタイムはいかがでしたか。いやだからずっと出たかったんですよ。そうなんですか。本当にケイトには言ってるんですよいつも。次ゲスト。そうなん。言ってくれます。一回も聞いたことないです。じゃあケイトが悪いです。確かに。こんなに言わないとダメか。ごめん。いやそりゃそうだろう。なんで伝わると思ってんだよ。第三者の言葉が。いやだから嬉しいですし、ぜひねまた、うん、もうずっと呼んでください。コヨンファミリー。ぜひ。最初ね準レギュラーって言ってましたもんね。うん、はい。1年半ぶりの今日出演だったんですけど。1年半ぶりですか。うん。うわ3人で話すのは。そうそうそう。そっか。1年半経ってケイト君のこうラジオパーソナリティ度って。どう変わりました。あでもあの上がってはいるんですけど、ちょっとあの足をこうやってやりながら腕組みながらのちょっとそのベテラン感が気に食わなかった。足くるくるしてるだけだ。余裕がね生まれて、はい、余裕が生まれてる、ね、食い気味に。そうだよね、もうちょっとやめてほしいなと。じゃあまた来てください。でも最高です、うん、ケイちゃんらしいなと思うんですよ毎回聞いてて。あとあの告知動画とかも大好きです。告知動画よ。ファンなんで僕この番組の。毎回なんか教えてくれるんですよ、見たよって。嘘、どうですか。いや好きなんですよあの空気感と、ね、独特だよね。ケイちゃんがめちゃくちゃその人間じゃ考えられないぐらい噛んでる時とか。ちょ1回だろそれ。毎回噛んでるってやめろ。何でしたっけあれ。テレテレ、いただきます。 お父さんからなんかいただいただいて出さすみたいな。いや人間じゃ考えられなくねって。その1個の一個の。マスマス。その口が一個じゃ足りないぐらいの速さで言うんです。早口言葉は得意かもしれない。不意に出た。聞いたことない。あれは面白いですね。いや、はい、面白い。いや、ありがとうございます、はい。今月はファンタスティックス月間ということで、ファンタスティックスのメンバー全員のサイン入りポスターを1名様にプレゼントします。はい。4週連続ファンタスティックタイムを聞いて、毎週発表される文字をゲットしてください。気になるな。今日まで発表する4文字の言葉がキーワードとなります。ツイッターやインスタグラムなど誰でも検索できるものには載せないでください。最後の文字は中島さんに発表、あ違う、中島に発表していただきましょう。いや、いいよ、書いてあるって。一応ゲストだから。中島さんに。ではじゃあ発表お願いします。はい。気になるわ。今どこがあのあれか分かんなかったけど、うん、分かりました。プッ プってお前2文字プップってくるだろ。プです。プだよね。はい、はい、もう皆さんも若干気づいてるんじゃないですか。4週目で。そうですね。あ来て、あ、まあ、来て、もう最後だからさ。そう、気づかないと。まあこうやろうなって予想してたかもしれないですね、うん。プです。はい、ということで、必ず、まあ、これまで発表してきた4文字のキーワードと、郵便番号、住所、本名とラジオネーム、年齢、電話番号、ポスターの宛名、表記を含め分かりやすく記入してお送りください。〇〇、うん、さんへという宛名はケイト君に書いていただきますので、発送に関しては少しお時間をいただきます。ご了承ください。宛先はこちらです。 koi@kry.co.jp。 また KRY アプリからも簡単に送ることができます。個人情報はこの企画の他に使用することはありません。締め切りはあさって29日火曜日、いい肉の日です。23時59分までです。お待ちしております。当選発表は来週の恋音の中でいたします。一人一通の応募で大丈夫です、はい、お願いします。番組ツイッターやインスタグラムもチェックしてください。ではケイト君、お知らせお願いします。はい、11月16日にチューチュートレインがリリースされました。はい、ありがとうございます。いや今回ね本当にこの、うん、偉大な曲というか、うん、皆さんが知ってるこの楽曲をファンタとしてカバーできて本当に嬉しいですし、どんな気持ちで歌ってます。いやだからめちゃくちゃ責任感もありますし、うん、でもだからこそこうひるむんじゃなくてがっつりこのファンタの曲としてなんか新しい世代に届けるみたいな気持ちで、うん、まあ、歌も作りましたし、これからも歌い続けたいなと思います、ね。うん、なんかファンタさん感がすごいありますよね、うんうん、増しましたね。あのカメラさんにも今回作曲というかなんかあのアレンジしていただいて、うん、なんか生バンド感を意識してちょっと裏に入ってるのがそのまま、うん、今も鳴ってるかのような感じで、だからこう歌い方もちょっと遅くしたりとか、うん、なんか生感を意識したので、うん、ちょっと遅くしてるんですね。若干くなってる、はい、若干。そうなんや。あとねギリギリライドイットアウトも収録されてますし、はい、あとライブ映像も入ってるので、うん、皆さんぜひチェックしてください。お願いします。では
颯太君に今後の夢ですとか目標とか、はい、まあ、今絶賛ツアー中ではありますけれども、はい、個人としてもグループとしても教えていただければと思います、うん、そうですね、一番は、恋する音楽のレギュラーになること。いやどうしよう、私の枠を奪われるかもしれない、はい、僕とケイトのラジオになる。あれ恋する急に聞きたい。はい、なるかなと。頑張ろう。あとは、はい、まあ、それこそまあグループはがっつり今後もファンファンプロジェクトは続きますので、うん、たくさんの方に知っていただいたりとか、うん、なんかグループがいることによって誰かが頑張れるとか、なんか幸せだなと思ってもらえるような人になりたいなと思います。ケイト君にはどうなってほしいですか？いや、ケイちゃんもこのままでいてほしいですね。愛されキャラというか。でも4年間変わってないからずっとこのままなんじゃない？確かに ね、ずっとこの感じじゃないですか、うん、僕らはずっと変わってないね。変わりたくないからさ。うわ、かっけ。あ、何？ピーターパン症候群。初心の気持ちを。早早いね。ツッコミもいける。ピーターパン色の服着てますけど。確かに。俺ピーターパンかと思ってきた。え、なんで？今なわけない。今言われてね。うん、うん、いいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、はい、最後に、はい、山口県の皆さんにメッセージをお願いします。はい、メッセージですね、はい、まあ、あの山口県の皆さんは今までも行かせていただいたりとか、ファンファンステップでは初日なんですよ、うん、そうだね、初日だったんで、ね、このありがたいですし、これからもたくさんの方に愛していただけますよ。そしてぜひ愛する木村慶太をよろしくお願いします。 ありがとう泣いてる。ありがとう。いや、目乾いてるよ。パッサパサということで今日のゲストはファンタスティックス月間、うん、鳥を飾っていただきました、はい、中島颯太くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください。お願いします。 Thank you。 ライブかよ来週は抱負ミリマラソン実況中継のためオンエア時間が変わります。番組の最後で時間変更を詳しくお知らせしますのでご了承ください。はい、以上ファンタスティックスのエグザイトライブパフォーマー木村慶斗でした。また来週。